ポーランド・リトアニア共和国、正式国章ポーランド王国及びリトアニア大公国によって1569年から1795年まで存在した複合君主制国家。18世紀後半には対外的な国章として最も西恩なるポーランド共和国国内ではジェチュポスポリタと呼ばれた。また、二民族の共和国という呼称もあるが、 1967年のパベウ・ヤッシェニツァによる造語である。歴史学では、貴族の共和国や第一共和国という用語も用いられる。16.17世紀のヨーロッパ世界において、オスマン帝国に次いで広大な国の一つであった。この連合国家の政治システムは、法と貴族階級によって支配される、立法府が王権を著しく制限するという得意な、 性質を備えていたため、しばしば貴族共和国内し黄金の自由とも呼ばれる。この政治システムは、現代的な概念を当てはめれば、民主制、立憲君主制、連邦制の先駆的存在と言える。二つの構成国は、公的には、平等な関係にあったが、実際にはポーランドが、リトアニアの支配国であった。しかし、これについては、ポーランド民族が、 リトアニア民族を支配したというような現代的な民族主義の解釈をするべきではなく、他民族のポーランド王国の立法、行政、司法の決定事項が同じく他民族のリトアニア共和国のそれらに対して優位であり、万が一両者の決定が対立した時には、ポーランド王国の決定が優先されたという制度的な意味である。ポーランド国王がリトアニア大公を兼暮らいしており、 共和国は両国を中心に、コモンウェルスの体制を形成していた。共和国の人口構成は、民族的、宗教的な多様性が極めて顕著であり、時期によって、程度の差はあるものの、同時代にあって、異例と言える、宗教的寛容が実現していた。黄金期であった初期の数十年間を過ぎると、共和国は17世紀中央以後は、政治的、軍事的、 経済的な衰退を続け、1795年には、強大化した近隣の絶対主義国家ロシア、プロイセン、オーストリアによる領土分割によって国家自体が消滅するに至った。その消滅までの期間は急速なものだったにもかかわらず、末期の共和国は政治的な大改革を成し遂げ、1791年には、 世界で最も古い民主主義成分憲法の一つで、ある5月3日憲法を生み出すこととなった。共和国の地政図16世紀、ポーランドの司教で地図学者だったマルチン・クロメルは、ラテン語の地図帳、ポーランド、その地理、民族、文化及び、ポーランド共和国の感触を出版したが、これは当時の最もわかりやすい共和国の案内ガイドだと言われていた。 クロメルの著作とゲラルデス・メルカトルが制作した同時代の地図は共和国の国土の大部分を平野として描いている。共和国南部のクレスイはステップ地帯として有名であった。タトラ山脈をその最高部とするカルパチア山脈は南部国境を形成しバルト海が北部の自然国境となっていた。当時の大部分のヨーロッパ諸国かと同じく 共和国は広大な森林地帯に覆われており、その傾向は東部において顕著だった。歴代国王の公的な狩猟場であったビアオビエジャの森の郷に残留する部分は、無傷で残っているヨーロッパの原生林としては、最後のものである。1569年、ルブリン合同後の人口は総合人口約700万人1618年、デウリノの和訳後、共和国は、 領土拡大に伴い人口も増加した。総合人口約1200万人、ポーランドリートアニア共和国は大きく分けて2つの部分に分けられる。共和国はボイエブストフォという地方行政区画でさらに細かく分けられて、各県はボイエボダによって統治されていた。各県はさらにスタロストフォによって区分されており、スタロスタがこれを収めた。都市には カシュテランにより収められた。ただし、都市はしばしばジェミアのような地域行政単位を組み入れることで、頻繁に大韓の統治を避けていた。かつて共和国に属していた地域は、中央から東欧にかけて現存する複数の国家の中に、後半に分布している。ポーランド、ベラルーシ、リトアニア、ウクライナ、ラトビア南部を中核に、モルドバ、ロシア、エストニアである。 そしてハンガリー王国の一部だった、スロバキアのいくつかの都市も、ルボフラ条約で、ポーランドの一部となっていた。特に、共和国の南西部国境は、国会沿岸部を除き現在のポーランドとスロバキア、及びルーマニアモルドバ国境と、ほぼ一致している。共和国の主要な地域は、以下の通り、共和国の国境は、戦争や条約によって変化し、 時には10年の間に数度も変わる場合があった。国境の変動は、特に、ロシアと接する東部及び、オスマン帝国と接する南部で激しかった。ヤムザポルスキの和訳が結ばれた後の共和国は、およそ81万5000キロ平方メートルの領土に、約650万人の人口を抱えていた。デウリノの和訳の後では、共和国の領土はおよそ99万。 キロ平方メートルに拡大し、人口も倍近い千万から千百万人程度に増加した。ポーランド王、スウェーデン王、ジグムント三世の結婚式における王国大騎手、スタニスワフ・ソビエスキ1569年のルブリン合同に始まる共和国の創出は、ヤギエオ超最後の国王、大公であったジグムント二世アウグストによる 世襲王権を選挙王政から守るための戦略の一環という性格を持っていた。ジグムンドが1572年に崩御した後に続いた3年間の混乱期にこの連合体制の調整がなされ貴族階級の権力を強化する立憲体制及び完全な選挙王政が機能するようになった。共和国の名目的な最大半島は1592年に スウェーデンと同君連合を組んだバザーサを共和国の王朝として迎え入れた時であった。ジグムント三世バザは母方からヤギエオケの血筋を引き、1587年に共和国の国王、大公となり、さらに不王からもスウェーデン国王を継承し、名目的ながらその半島は北欧にも拡大した。しかしジグムント三世は先制君主的で、 対抗宗教改革を共和国に導入した。これは本来の共和国の宗教的寛容精神にそぐわないばかりか、宗教改革を推し進めるスウェーデンとの圧力を招き、わずか数年でスウェーデンとの連合は終了した。共和国の黄金期は17世紀前半に訪れた。貴族たちに支配された強力な議会は30年戦争への参加を見合わせることによって、 ヨーロッパ世界の大部分が巻き込まれた深刻な宗教戦争による惨事から自国を防衛することに成功した。共和国はスウェーデン、ロシアそしてオスマン帝国の属国から自国を守り抜いたばかりか、近隣諸国への積極的な拡張政策を開始した。17世紀初頭にはモスクワの民主派貴族とツァーリ派貴族が対立して、 ドーラン時代に陥り、ロシア大飢饉で弱体化したロシアへ、ロシアポーランド戦争で進出、モスクワの民主派貴族と連帯した、共和国の軍勢は1610年9月27日から1612年11月4日に、陥落するまでモスクワを占領統治していた。ポーランドオスマン戦争、スモレンスク戦争、スモレンスク戦争は、 ロシアによるスモレンスク奪回を目的とした戦争であったが、共和国は領土確定と引き換えに、ザーリ将号とレガリアをロシアに返還した。また共和国は、1618年のロシアとの出売りの、の和訳で、連合の歴史上で最大の領土を実現させたが、1620年代のスウェーデン・ポーランド戦争で1629年に、 北部リボニアを事実上、失っている。この時は、スウェーデンのワルシャワ侵攻を阻止し、その誠意を示したが、共和国としては、停戦条約の結果、リボニアの分割を余儀なくされている。ロシアとスウェーデンは、軍事的には敗北したものの、外交上の勝利を得たと言える。この頃、共和国は相次ぐ戦争により、軍事費が増大し、 国家財政上の懸念が生じることとなった。そして表面的には盤石に見えた、共和国の国家経済は疲弊し始めていた。そして共和国の巨大化によって様々な文化的背景を持つ勢力を取り込んでしまったために、共和国の社会制度に政治的な混乱をもたらすこととなった。また、ポーランドのバザオーケは、スウェーデンのバーサオーケを、 仮想的国とし、王権の強化と海軍増強計画を目論んだが、議会によって破棄された。この時代の共和国は、なおも地域大国として君臨していたが、これらのことから海洋大国としてバルト海での派遣争いに食い込むまでには至らなかった。共和国の誠意は、1648年以後に受けた2度の衝撃によって衰えを見せ始めた。 最初の衝撃とは、歴史的に最も大規模だった、ウクライナコサックによる反乱である。東部国境のクレスイで起きた、このフメリニツキーの反乱は、クリミア半国の援護を受けたものであった。さらに反乱者が1654年には、ロシアのツァーリに支援を求める事態に至り、ポーランドはウクライナに対する影響力を、モスクワロシアに奪われることになった。 もう一つの衝撃は1655年のスウェーデンによる侵略大洪水である。この侵略はバザケ出身の戦況たちが続けていたスウェーデンへの敵対政策が引き起こしたものだった。1667年に共和国は新興国を撃退することに成功したが東のロシア、北のスウェーデンの影響力が増していった。共和国は 北西のプロシア公領を呼び、北東のスウェーデン領リボニアを共和国半島から正式に喪失した。前年の1660年には、プロイセン公国が行父の利を得て、スウェーデン王国との対ポーランド数軸を図らないという条件で、ポーランド王国からの独立をポーランド王から承認されている。後にこの新興独立国家は、 プロイセン王国を経て、現代欧州最強の軍事独裁国家、ドイツ帝国となっていくのである。さらには、主権下にあった、ウクライナのヘイチュマン国家が独立し、後に、モスクワに吸収されてしまう。ブワディスワフ4世統治期の共和国の藩と。ただし北部リボニアは事実上、名目的な藩と17世紀後半に入ると、弱体化した。 共和国は神聖ローマ皇帝レオポルト一世と同盟したヤン三世ソビエスキのもとでオスマン帝国に壊滅的な打撃を与えることに成功した。1683年のウィーンの戦いは250年にわたって続いたキリスト教世界イコールヨーロッパとイスラーム世界イコールオスマン帝国との長い構想の歴史における最終的な転換点となった。 何世紀にもわたったムスリム側の脅威にさらされ続けたため、共和国は、キリスト教世界の防波堤の称号を得ることになった。続いて起きた16年にわたる大トルコ戦争の結果、オスマン帝国の国境は、永久的に、ドナウガワイナンに押しとどめられ、再び中央ヨーロッパに脅威を及ぼすことはなかった。ヤン三世、ソビエス機王は宿敵であるはずのオスマン帝国からも、 レヒスタンの死死にちなんで、レフ族の国を意味するとして尊敬された。この時代は、共和国にとっては、最後の栄光であり、中高の時代であった。しかしこの結果、オスマン帝国を撃破した、共和国は、欧州内の近隣諸国の警戒を引き起こし、緊張関係が生じることとなった。そして1701年に、プロイセン王国として承認されることとなる。 ブランデンブルクプロイセンが次第にバルト海南岸に勢力を強め、さらにロシアは東ヨーロッパの派遣国としての地位を不動のものとしたが、これは共和国とロシアとの同盟政策において立ったものであり、ヤン三世が犯した失策でもあった。オーストリアも旧オスマン帝国領への勢力圏を拡大し、ロシア、オーストリア、 プロイセンという18世紀の中東王における3列強国のパワーバランスが成立し、17世紀の派遣国だった共和国とオスマン帝国は共倒れすることとなった。共和国は17年間もオスマン帝国と戦い続けた結果、物質的に疲弊し、内政にも手が回らず、バルト海世界での共和国の地位を改善する努力は完全に忘れ去られた。 1700年に始まった大北方戦争において、共和国は完全な主政に立たされ、強国として最後の活躍をすることとなったスウェーデンバルト帝国に従躙された。共和国は、このスウェーデンの下で、傀儡国王を押し付けられた。この強引な君主のすげ替えは、後のポーランド継承戦争でも行われ、没落した共和国は大国となったプロイセン。 オーストリア、ロシアの干渉国として扱われるようになった。18世紀までに、共和国は、数多くの国内問題に直面し、また諸外国の影響力にさらされるようになった。1768年には、共和国は、法的に、ロシア帝国の保護国となり、ロシアは、外交的、軍事的戦略をポーランドへと集中させるようになった。政治体制のぐらつきは、 共和国を無政府状態の淵にまで追い込んだ。5月3日憲法の制定をその頂点とする、4年、議会などの改革の試みは遅きに失したものであり、共和国は、近隣諸国である、ロシア、プロイセン、オーストリアによる三度の領土分割を通じて、統治すべき国土を失った。1794年3月24日。 軍人のタデウシュ・コシチュシコがコシチュシコの放棄を起こしたが、ロシアのアレクサンドルスボーロフに鎮圧され、1795年に、ポーランド・リトアニア共和国は、ヨーロッパの地図上から姿を消した。ポーランドとリトアニアが独立を再び手にするのは1918年、それもポーランド第二共和国と、リトアニア共和国という別個に独立した国家としてで、あった。 1569年のルブリン合同、ヤン・マテイコが共和国の政治原則は、我が国は、国王の統括のもとにある共和国であるというもので、ある。大法官、ヤン・ザモイスキは、この原則を、国王は君臨すれども統治せずレックス・レグネット、イノン・グーバーノットと要約する。共和国は、選挙王、元老院のほか、大議制の議会である政務を有していた。 国王は、ヘンリク条項及び選出時に取り決められるパクタ、コンベンタにより規定された、共和国市民の諸権利を尊重することを義務付けられた。王権は、強大な貴族階級の権力のために制限を受けていた。歴代の国王は、ポーランドの政治システムの根幹を成すヘンリク条項に、署名せねばならなかった。時代が下るにつれ、ヘンリク条項は、 パクタコンベンタと組み合わされていき、選挙王が誓うべき明確な制約という性格を持った。その結果、国王は常に元老院の監督を受けるようになった。後に、ヨーロッパ発の成文憲法で、本格的な近代民主主義憲法である1791年5月3日、ポーランド憲法が成立すると、国王は国家の所有者や、 国民の支配者ではなく、国民が所有する国家に対して、無限の責任を負う国家の代表者であると規定された。共和国の政治システムとしての黄金の自由は、以下の所要素をその基礎とした。共和国の権力の頂点をなす1573年の国王自由選挙、ヤンマテイコが3地域のみが、共和国内の自治領としての権利を享受していた。 各県にはそれぞれに地方議会が置かれていた。清区は国家立法府に送り込む大議員を選出し、指示書によって大議員に様々な要望、提案をする権利を有していた。リトアニア大公国はポーランド王国とは別個に軍隊、国庫、官職体系を組織していた。黄金の自由は当時としては国家に得意な性格を与えたが、 同時代には、ベネツィア共和国のような都市国家が類似した政治システムを採用していた。ヨーロッパ諸国が、中央集権化、絶対主義、宗教戦争や王朝による争いに直面している、時期、共和国は、地方文権、国家連合と連邦制、民主政治、宗教的寛容さらには平和主義までも経験していた。 シュラフタがしばしば国王による戦争計画を廃案にしたことは民主的平和論に関する論議に相当するものとさえ見なされる。この政治システムは他の階級と王権に立脚した政治システムに対するシュラフタ貴族階級の独占的な勝利に由来する。この時代、シュラフタはニヒルノビをはじめとして十分すぎる特権を蓄積し、 どの王も彼らの支配を力でねじ伏せることはできなかった。共和国の政治システムは単純なカテゴライズには敵しないが、一応は以下のような定義づけが混ざり合う状態にあると言える男性用街頭デリアをまとい、サルマ大臣のいでたちをしたエルジュビエタシェニャフスカ、共和国の主要な賛成権者は以下の通り、各自に1人一人一票の原則は、 共和国の滅亡まで守られた国王たちの景気第一次ポーランド分割のグイ、ジャンミシェル・モリューがマグナートと中小シュラフタが一つの貴族階級として連帯することはなく、多くの党派が国王内主体制のマグナートをバラバラに支援していた。1572年にヤギエオ家の統治者がいなくなるとリベルムベトが乱用され、過労うじて均衡を保っていた。 共和国政府は崩壊した。権力は徐々に中央政府から地方のシュラフタたちへと移っていった。周期的に空になる王座を埋める機会が訪れるたび、シュラフタたちは共和国内に強大な新王朝を築く、心配のない外国人の候補者を好んで探し求めた。この政策によって王位についた人物は皆影響力を持たないか。 シュラフタとの工場的な構想によって力を衰えさせることとなった。さらには、有名な例外といえるトランシルバニアの支配者、ステファン・バートリを除けば、外国出身の国王はすべて自国あるいは、出身家門の利害に、共和国の利害関心を従属させようとする傾向があった。この傾向は特にバザケ出身の最初の選挙を二人の、統治期の政策と、 軍事行動に顕著であり、彼らの政治方針は、共和国とスウェーデンとの間に抗争を引き起こし、それは大洪水時代において頂点に達した。そしてこの動乱こそが、共和国を黄金期から、衰退期へと転換させることになった。ゼブジドフスキの反乱を転機としてマグナートは、権力を増長させ、シュラフタ民主制は、マグナート下等制にとって変わられた。 共和国の政治システムは、国外からの干渉に弱く、諸外国から賄賂を受け取った、政務大議員が、リベルムベトを乱発して、改革の試みを潰すべくを行使することも珍しく、なかった。こうした弱みは、独立国家としての共和国を掘り崩し、近隣諸国が国内を安定させて、軍事力をつけていた17世紀半ばから18世紀半ばまでの100年以上もの、間、 共和国は、リベルムベトが乱用され、政治的な麻痺状態、無政府状態に置いたのである。4年議会による5月3日憲法の採択、1791年共和国は、政治システムの改革のために、大変な労力を費やし、1791年に、近代ヨーロッパでは、初めての成文国家憲法である5月3日憲法を、制定した。これは、 その2年前に制定されていたアメリカ合衆国憲法に次いで世界で2番目に早く誕生した成分憲法である。革命憲法は旧来のポーランド・リトアニア連合国家を世襲王政のポーランド・リトアニア連合国家へと変貌させ古いシステムが持つ有害な特徴を排除していった。新しい憲法では以下のように取り決められた。 共和国を弱体な干渉国の地位に止めておきたい近隣列強によって全国境から攻め込まれることになったためにこれらの改革は手遅れとなった。しかし国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキとその他の改革者たちによる強国化政策は国内に大きな反響を生んだ。ロシアは5月3日憲法の政治改革による革命の波及と共和国が ヨーロッパ列強国の地位を取り戻す可能性を恐れた。エカチェリーナ2世は5月憲法を自身の命取りになる憲法はジャコバン派の影響を受けたものだと述べていた。グリゴリー一歩長無キン公爵はタルゴビツ連盟結成のための文書を起草し憲法については民主主義理念とやらの伝染病だと切り捨てた。また一方でやはりプロイセンとオーストリアも ポーランドの強国化を有料しており、これを領土拡大の口実にしようとしていた。プロイセンの最小エバルトフォン、ヘルツベルクは、プロイセンの王政に対する打撃と述べ、かつてはプロイセンを従属させていた、ポーランドの最強国化に強い警戒心を持って、臨んだ。結局、共和国が憲法制定後4年間のうちに完全に消滅した。 ため、5月3日憲法は発行したものの、特に、クレシと呼ばれる、東部辺境地域では、タルゴビザ連盟などの抵抗勢力が結集して、憲法への反対闘争を繰り広げた。共和国のフサール・ユゼフ・ブラントが共和国軍は2人の、オーヘトマン及び2人の野戦エトマンによって、統率された。軍は、以下の軍団から構成されていた、共和国にはいくつかの部隊も存在した。 共和国海軍は共和国の歴史の中ではさほど大きな役割を果たしていないが、スウェーデンの海上封鎖を破ったオリバの海戦では勝利を収めた。国会ではコサックたちがオスマン帝国やその属国に対しチャイカと呼ばれる小型の船に乗って略奪行為を続けていた。彼らは帝国の首都イスタンブール郊外に火を放ったこともある。 しかし、共和国の海軍は、陸軍とは異なり規模的に周辺国に身を取っており、国王による海軍増強計画も議会によって破棄されたため、それ以上の発展をすることはなかった。穀物が高く売れるとき、そして売れないとき二つの絵は、共和国の貴族階級に長く、利益をもたらしてきた農業が、17世紀後半から、 衰退を始めたことを示すステファン・バートリの治世中に、鋳造されたカヘールブリンにあるこのオプシッツァの共同住宅、1575年再建、ビスワカワの河川輸送承認の野営ビルヘルム・アウグスト、ストリオフスキが、1858年共和国の経済は、濃度性を基盤とする封建性農業生産によって支えられていた。 奴隷制度はポーランドでは15世紀には禁止されたが、リトアニアでは1588年になって、ようやく廃止されている。もっとも、奴隷制度が廃止され一時的に、オザクのりがその大幅な自由を謳歌し、経済的恩恵を享受したものの、後に国際的な構造が大転換をして、共和国の経済が衰退期に入ると再反応度制にとって変わられていった。 貴族たちが所有するフォルバルクと呼ばれる大規模農場では国外へ大量に輸出するための余剰農産物がオザクミ実リたちによって生産されていた。この経済体制は穀物生産が最も好調な時期にあたっていた共和国の初期においては支配階級、農民、都市民の誰にも都合よく機能し共和国の黄金時代を支えていた。 しかしながら17世紀後半になると、新大陸から安価な穀物が大量に欧州市場に流入するようになり、穀物相場が下落していくにつれて、国内の経済状況は悪化の一途をたどる。ザクミノリは、資金繰りが悪くなって地主であるシュラフタへの負債を増やしていき、シュラフタたちは、利潤の落ち込みを埋め合わせるべくザクミノリたちに、 中労働を犯したことで、尾崎実りたちの生活や身分は再度地主に依存し、霊属する状態、すなわち、再反応度性と呼ばれるようになった状況に陥ったのである。共和国の経済が、農業、とりわけ生産物の輸出に依存したままだったことは、ブルジョアジーに対するシュラフタの圧倒的優位と結びついたばかりか、農産物の市場価格の大幅な下落は、 国内の資本蓄積を遅らせ、共和国内での都市化と産業における発展をかなり、阻害する結果となった。地主貴族と都市ブルジョアの社会階級間での葛藤は、ヨーロッパ世界全体に共通する現象だったが、経済を穀物という市場の変動の影響を受けやすい物品の輸出に過度に偏って依存していた、共和国のように、貴族階級が勝利を収めたという事態は、 同時代の他地域にはあまり見られない現象であった。しかし、17世紀中央の戦争と相次ぐ危機が襲うまでは、共和国の諸都市の規模や富は、西側諸国の諸都市の、それ比べて、遜色なく、その危機の時代が、都市の成長阻害に、甚大な影響を及ぼしたのだ、という主張もあり、その是非は、歴史家たちの間で今も争われている。 共和国には、マクデブルク法に基づいた都市や町を多く抱えていた。共和国で最も大規模な市場は、ルブリンで開かれていた。共和国は、ヨーロッパ最大の穀物生産国だったが、共和国は、人口が多く穀物の量の面から言えば大部分は、国内で消費されていた。1560年から1570年までの、ポーランドを官僚とポーランドの両方である。 プロイセンを合わせたポーランド国内の小麦の消費量を見積もるとおよそ11万3000トンに及ぶ。16世紀に共和国で生産されていた穀物量は約12万トン、うち6%が輸出され、19%が都市部で消費され、残りは農村部の消費となる。共和国が輸出した穀物は西ヨーロッパの需要の約ト程度を まかなっていたと思われる。共和国の穀物は1590年代から1620年代にかけてヨーロッパ中が不作に悩み南欧諸国が体制安定のために競って穀物輸入を行ったような時期にはポーランドが輸出する穀物は極めて重要なものでその状況が相場を支えたのである。共和国において穀物は最大の輸出品だったが ボルバルクの所有者たちは大抵、国内での穀物取引の80%を扱い、バルト海の海港に向けて、穀物を輸送するグダニスクの商人たちと契約を交わしていた。共和国を流れる多くの河川が輸送に利用されていた。ビスワ川、ピリツァ川、ブク川、サン川、ニダ川、ビエプシュ川、ネマン川などである。それらの川は、 比較的インフラ整備がなされており、港湾や国葬を備えていた。多くの川ではさほど利益にならない、輸送業に携わる人々が南北を行き交い、平底に船やイカダは、グダニスクで材木を売りさばくために、北へと向かった。グダニスクから、船は、アントウェルペンやアムステルダムのような大都市に穀物を、輸送するため、ネーデルラントやフランドルへと向かった。穀物に加え、 海上貿易の輸出品には、材木や木材から作れるタールのようなものがあった。陸上での貿易では、共和国は比較、毛皮、麻、絹やリネンを、ライプツヒやニュルンベルクといった新生ローマ帝国の、ドイツ人居住地域に輸出していた。5万頭もの牛が、シロンスク経由で商品を運んだ。共和国はまた、香辛料や嗜好品、衣服、魚、 ビールや産業のために使われる鉄や様々な道具などを輸入していた。グダニスクから南へと向かってくる船は少なかったが、ワインや果物、香辛料、ニシンを運んできた。ところが新大陸からの安価な農産物が大量に欧州市場に流入するようになった16.17世紀の間に、共和国の収支バランスは黒字から赤字に転落した。 大航海時代の始まりとともに、琥珀の道のような数多くの古い貿易ルートが消滅するとともに、新しいルートが次々と築かれた。ヨーロッパとアジアをつなぐ対象貿易路としてのポーランドの重要性は薄れ、一方でポーランドとロシアとの間には新しい貿易路が開かれた。しかし共和国の造船技術が改善して、 海上貿易に目が向けられた後も、西洋と東洋との結節点としての重要性は、消えず、数多くの商品や生産物が共和国を通過して、様々な地域に運ばれた。例えば、イスファハン絨毯はペルシアから共和国に輸入されていたが、西洋では、ポーランド絨毯の名前で知られていた。共和国の通貨には、ズーティア、グロシュなどがあった。 グダニスクには独自の貨幣を鋳造する特権が与えられていた。錬金術師ミカエル・センディボギウス、ヤン・マテイコが1598年にイングランドで出版されたご知り付きの著書、最善の元老院議員についての中で、共和国はポーランド人の帝国と翻訳されている。共和国は近代的な政治、社会思想の発展において、 ヨーロッパの重要な中心地の一つであり、エラスムスが称賛したように、当時としては、稀な民主的な政治システムを備えていた。また、対抗宗教改革の時代にあっても、やはり得意であった宗教的寛容を実現させ、ユダヤ教、東方正教、プロテスタント、イスラームが国教であるカトリックと共に平和的に共存していた。 ただ、し時機によってはカトリックを強制する動きが強まったこともあった。共和国はまた、イギリスとアメリカ合衆国のユニテリアン主義の先駆者である、キリスト教セクト、ポーランド教大団を生んだ。その政治システムの影響もあり、共和国は、アンジェフリッチモドジェフスキ、バブジニエツ・グジマワ・ゴシリツキ、ピョトル・スカルガといった政治思想家たちを生み、 スタニスワフ・スターシツやフーゴ・コーン体はヨーロッパで最も早くに成立した近代的な成分憲法を国家憲法であり大陸で最初の革命的な政治原則を打ち立てた5月3日憲法の完成させるための道筋を示した。クラクフのヤゲオ大学はヨーロッパで最も古い総合大学の一つでありビリニュス大学ともに共和国における人文科学 自然科学の中心であった。1773年に創設された国民教育委員会は世界最初の教育賞であった。共和国は多くの科学技術者を輩出した。また共和国は以下のような古典作家たちをも生んだ。また多くのシュラフタたちが回想録や日記を残している。おそらく最も有名なのはアルブレフト、スタニスワ・フラジビューの ポーランドの歴史に関する回想、ヤン・フリゾストム・パセクの回想録であろう。マグナートたちは、自らの権威づけのために、様々な建設計画に着手した。ワルシャワ大統領宮殿やポーランド大へ、トマンであったスタニスワフ・コニエツ・ポルスキーが建てた、ポドホルツァ非常のような、教会、聖堂宮殿などである。最大の建設計画は、 都市全体を建設するというものだったが、大概は途中でうやむやになり、結局は廃棄されている。建設された都市の名前の多くは出資したマグナートの名前にちなんだ。これらの都市のうち最も有名なのは、ヤン・ザモイスキによって建設され、イタリア人建築家、ベルナルド・モランドが設計を担当したザモシチである。ポーランドの貴族男性、レンブラント・ファンレインが、 シュラフタの間で普及していたイデオロギーはサルマティズムと呼ばれた。貴族階級が自らを東欧から中央アジアにかけて活動し多文化主義の社会を構成していた古代スラブの地に定住した遊牧民、サルマタイ人の出自との革新から東方地域に影響された特異な文化を形成した。サルマタイはトルコが起源ともされている。この心情体系は シュラフタ文化の重要な部分を占め、彼らの生活領域の全面に浸透した。サルマティズムは、シュラフタ階級の間での母語、宗教宗派、職業、家柄を超えた平等意識、彼らの騎馬趣味、伝統重視、地方での田園生活、平和主義を奨励したし、オリエントに影響された服飾の流行を生み出した。 竹長のジャケットのジュパンやスクマナを着て、コント種というマントを、広幅のベルトのパスコント処理で留め、冬には、デリアというコートを重ねた。筒の太いズボンのシャラバルイを履くなどである。さらには、多民族で構成された、共和国の貴族階級に単一民族意識に近い、連帯感を、シュラフタの黄金の自由に、正当性をそれぞれ付与した。初期のサルマティズムは、 理想主義的な文化運動として理解できるもので、信仰心、誠実さ、愛国心、勇敢、平等と自由を固いした。しかし、そうした性格は徐々に歪んでいく。後期に現れた過激なサルマティズムは、信心を強心に、誠実さを政治的無知に、誇りを、傲慢さに、勇敢を顔面に、自由を無秩序に変容させてしまった。 サルマティズムは18世紀後半に起きた国家の消滅に責任があったとして非難を受けている。サルマティズムに対する批判はラディカルな変革を思行する改革者たちによってしばしば偏った見地からなされた。この自己批判はまたポーランドの消滅は自己崩壊が招いたものだと証明しようとしたロシア、プロイセン、オーストリアの歴史家たちの著作に同調したものでも あった。しかし、サルマティズムにあるのは、否定的な側面ばかりではない。サルマティズムは、多元文化主義を機能させるための政治的手段でも、あった。サルマティズムにおいて、シュラフタ同士では、民族、宗教、宗派、職業、家柄によって、政治的に差別されることはなく、誰もが平等に賛成権を有した。ここでは、共和国におけるシュラフタは、 共和国市民であり、古代の共和制ローマにおける、ローマ市民に相当した。この市民主義は後に、ポーランドで確立する、立憲政治や民主主義の基盤となったものであり、近代の市民はここに生まれたのである。ヨーロッパ発の近代成文憲法である1791年5月3日憲法、及び当時の一連の改革はその内容から、 ヒシュラフタだった階級の人々をシュラフタに引き上げる意味があった。すなわち共和国に住むすべての人々を共和国市民にしようとした試みであり、明らかにサルマティズムの流れに沿ったものであった。ヤン二世カジミエッシュに仕えるクリミア人の高城とその家族、ダニエル・シュルツが1664年ヘブライ語、ポーランド語、ドイツ語、フランス語による5月3日。 憲法一周年記念参加公認言語公用語、非公用語非公認言語1807年に建国されたワルシャワ公国は共和国をその原点としていた。同様の発想は、11月放棄や1月放棄のような祖国回復運動や、ユゼフ・ピウス月が提唱したが失敗に終わった、リトアニア、ウクライナを組み込むポーランド主導のミエンズイモジェ。 連邦構想にも継承されていた。今日のポーランド共和国は、ポーランド・リトアニア連合国家の後継者を辞任している。1918年に成立したポーランド共和国は、ポーランド・リトアニア共和国の継承国家で、ナチスドイツとソ連に国家が蹂躙された1939年から1989年までは、行政の実権が奪われていたものの、 イギリスのロンドンに、ポーランド亡命政府を設け、大統領や首相を置いて活動し、ポーランド第二共和国を法的に継承している。1989年にミニシュカを果たして以来、存続している。現在のポーランド共和国政府はレフ・バーウェンサ、大統領が就任するときに、ロンドン亡命政府の大統領リシャルトカチョロフスキより、法的に政権を継承した。 したがって、現在のポーランド共和国は、ポーランド・リトアニア共和国の継承国家である。一方で、第一次世界大戦の終結後に再独立した、リトアニア共和国は、当初は反ポーランド主義を国勢としており、かつての連合国家である、ポーランド共和国へのリトアニア国家の参加を長い、間否定的に見ていた。この反ポーランド主義の一端は、 リトアニア人の民族自決によるものもあったが、何よりも、ポーランドとの軍事衝突、そして、首都ビリニースをポーランドに併合されたことが、影響している。1939年に、ドイツ、スロバキア、ソ連の三カ国による、ポーランド侵略に乗じて奪還するが、戦後ソ連に併合された。以後、冷戦を経て、東欧革命で、ラトビア、エストニアなどと連携して、 独立運動を進めたことが、より、バルト三国間の絆を深めさせたと言える。一方で1991年のソビエト連邦の崩壊後もしばらくは、激しい反ポーランド主義を貫いたが、2004年の欧州連合加盟と2008年からの世界、金融危機によるリトアニアの経済危機、財政危機と金融危機の影響を食い止めて、 景気交代を回避したポーランド経済の力強い発展と安定した財政力を受けてリトアニアのポーランドに対する敵対的な態度は近年になって徐々に変わりつつあると言われる。ありがとうございます。